ポスト下のタイルの汚れ落としを行います。黒いカビのような水垢のようなものがついています。今回使用します足つけ棒フラットです。まず汚れているところに水をまきます。そして足つけ棒でゴシゴシ磨きます。汚れがきついところは力を入れてこすります。ネジに合わせ縦横というふうにこすります。汚れが落ちたら水をかけて汚れを流します。使った足つけ棒もきれいにしておきます。こすったところが乾きました。きれいに水垢などはなくなっています。高圧洗浄機でもきれいになりますが、少しの汚れは足つけ棒でも十分落とせます。